こんにちは。今回はチーズの世界史を解説します。ミルクに次いでチーズにはどんな歴史があるのでしょうか。では行きましょう。チーズの起源はメソポタミアで、紀元前9000年から8500年前頃に誕生したというのが有力です。最初のチーズは人工的ではなく自然発生したものだったんです。キャラバンの大将が羊の胃袋を水筒にしてミルクを入れておくと、酵素によってミルクが固まっていることを発見しました。そこから今のチーズのような形に仕上がっていったんです。チーズはメソポタミアからトルコ、そしてギリシアへと伝わったとされます。紀元前8世紀に記されたホメロスの詩にチーズが登場することから、この頃からチーズが作られていたことがわかります。フェタはこの頃誕生したチーズとされ、現存する世界最古のチーズと言われています。紀元前735年に建国された古代ローマはギリシャ植民地やその周辺地域を支配下に置くようになります。ローマ軍は兵士の食料としてチーズを支給していたんです。これがペコリーノ・ロマーノと言われています。ローマ軍侵攻の際にチーズの製法もヨーロッパ全土に広がります。これがイタリア最古のチーズと呼ばれています。チーズは大きく分けるとナチュラルチーズとプロセスチーズに分けられます。ナチュラルチーズは乳酸菌や酵素の作用でミルクを固めたもので、時間とともに熟成という変化が起こります。簡単に言うと微生物が生きています。逆にナチュラルチーズは殺菌状態を構想したものです。有名なロッピーチーズなんかはこれにあたります。ちなみに P はポーション、一人前の P です。先ほど紹介した微生物が生きているナチュラルチーズにはいくつかの種類があります。フレッシュタイプ、白カビタイプ、ウォッシュタイプ、シェーブル、ブルビタイプ、青カビタイプ、非加熱圧搾、加熱圧搾タイプ、パスタ、フィラータタイプ、そして殺菌状態のプロセスチーズです。はじめにフレッシュタイプを紹介します。フレッシュタイプは熟成しないチーズです。つまりヨーグルトから水分を除去したものがこのタイプです。優しい口当たりと程よい酸味が楽しめます。有名なのがフランスのフロマージュブランなどがその例です。ちなみにフロマージュブランはフランスでは離乳食としても用いられるそうですよ。次に白カビタイプを紹介します。白カビタイプは表面に白カビを繁殖させ熟成させて作られます。白カビを作る酵素がタンパク質を分解するので、表皮から内部に向けて組織が柔らかくなるんです。代表的なのがカマンベールチーズです。カマンベールはパリとフランス北西部をつなぐ鉄道の開通によって広く流通するようになったそうですよ。3つ目にウォッシュタイプを紹介します。ウォッシュタイプは名前の通り表面を塩水などで何度も洗いながら熟成させたチーズのことなんです。代表的なのがマンステール、モナステール修道院から名前が取られたものです。表面はオレンジ色で中身はねっとりしているのが特徴です。ウォッシュタイプではエポワスというチーズも有名です。美味来さんの著書として知られるグリア・サバランがチーズの王様と称したことで知られているんです。ウォッシュタイプは一般に塩水で洗って作りますが、なんとこのチーズ仕上げにブルゴーニュワインの搾りかすで作った蒸留酒で洗うんです。贅沢ですよね。次にシェーブルタイプとブルビタイプを紹介します。シェーブルはフランス語でメスのヤギ、ブルビはフランス語でメスの羊を指します。ヤギのミルクは独特の香りがあるため好みが分かれやすいと言われています。代表的なものとしてフランスのバランセというチーズがあります。バランセという名前は外務大臣タレーランが所有していたバランセ城に由来します。もともとはピラミッドの形だったんですが、エジプト遠征に敗れたナポレオンがこのチーズを見てピラミッドを思い出すと腹を立て
頂上を切り取ったという伝説があります。次に青カビタイプを紹介します。青カビタイプは青カビを繁殖させて熟成させたチーズのことです。ブルーチーズと呼ばれるのがこのタイプです。世界三大ブルーチーズはフランスのロックフォール、イタリアのゴルゴンゾーラ、イギリスのブルースティルトンの3つです。全部美味しそうですね。次にパスタフィラータタイプを紹介します。糸状に裂けるのが特徴です。パスタフィラータというのはイタリア語で繊維状の生地という意味です。代表的なものはモッツァレラチーズです。トマトとバジルを盛り合わせたサラダカプレーゼは美味しいですよね。最後に非加熱圧搾、加熱圧搾タイプを紹介します。このタイプは重量感のある長期熟成のチーズです。水分を取り除くのに40度以上の場合、非加熱圧搾タイプ、水分を取り除くのに40度以下の場合、加熱圧搾タイプです。パルミジャーノ、レッジャーノというものがこのチーズの代表です。このチーズをヒントに作られたのがご存知パルメザンです。このタイプのパルミジャーノ、レッジャーノはイタリアチーズの王様と称されます。なんとこのチーズを担保にした銀行も存在するんです。長期熟成のこのタイプだからこそできるものですが、ヨーロッパ人にとってチーズは欠かせないものということがわかりますね。今回はチーズの世界史を解説しました。世界中のいろいろな種類のチーズを食べてみたいですね。この動画が良かった、ためになったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。